えっと新聞の生活面って何であんな後ろにあるんだろうっていう。 話なんですけど読ませていただきました。あの、ちょうど、あの、寄稿した。新聞に寄稿したとこなので、その話ですけど。はいはい。私ね、昔から不思議だったんですよ。ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃。あの、新聞読み始めた、ちゃんと、テレビ欄以外をちゃんと読み始めたのは、多分高校二三年だと思いますから。あの頃だけど。俺はいつ頃、俺渋谷みたいら六年ぐらい前ぐらいから。 <laughs> それ前まではあんまり、まあ、テレビ欄ぐらいしか見なかったけどもね、えー、生活欄生活欄、ね、だって、うん、政治とか経済って、うん、暮らしのためにあるんでしょとそうですねなのに何で政治経済が来てスポーツも先かな、うん、その後に生活面が来て、はい、なんでこうなってんだろうと思ってんだけどどっちから見てもこっちから一面から見てもあの <laughs> 政治欄があって、はい、それで経済みたいなことが、その次のページと世界情勢があって、ってだんだん真ん中の読んですよね。 社会面ね事件があ当て欄があって、ひっくり返すと3面の社会面があって、それで社会面の鈴木みたいなの、こっちにあって、めくっていくとスポーツ面、スポーツらがあって、株式とかあって、もうちょっとこっち側にめくると、真ん中あたりのなんか一番あんまりちゃんと読まれないっていうか、ちゃんと読んでたら疲れる頃にあるしかない人またあそこ行くと、冷やし中華がどうのこのみたいな、ちょっと正直どうでもいいような記事が出てる時もありますよ、ありますよ。 ああありりりままますすすそれで若い頃は自分が子供だからきっとわかんないんだろうと思って押し殺してたそれをこっちが世の中大人になばわかるんだとなんでこうなってるのかと思ってたんですけどやっぱ10年ぐらい前からやっぱりおかしいなと思ってきてそのでやっぱ経済とか政治が生活から有利しちゃうっていうかねなんかかけ離れてあんまりなんか生活 突っ飛ばされてやられてるような感じを受けるのは、うん、なんかこうやってこう新聞が全然切り離して論じてたりすることも原因の一つにはあるんじゃないかって思い始めたんですよ、うん、でそんなことまあなかなか言う機会まとめて言う機会ないから、うん、まあちょうど今回紙面指標っていうのを書かせてもらったんでその時にまあそのことを書いたと、うん、いうことなんですよね,すよね本当は暮らしはど真ん中のはずですもんね。 なんかこう法律改正の話とか、はい、まあ最近だと原発の再稼働の申請ありましたけどね、うん、それがこう、うん、暮らしにどう結びつくかっていう話が、一面トップにあっていいじゃないですか、うんうん、だけど、うん、なんかその話はその話、あの生活面は生活面みたいな感じで。 なんか切れちゃってる感じがしまするん、ね、ですよ、ね。ね、うん、その原発の話でも、今日頭で話したんだけど。その一番最初が、その中枢のね、電、はい、子炉とか、ええ、その建屋とか。 それは真ん中第一、で二次は周辺の、なんていうんですか、免疫等だとか、それからその周りに立って、どこに電源を持ってきたらいいかっていうのは、その外側のね、一番、一番大事なのは、住民が起こったにどうするかっていうのを、一番走りきててて、ここにまだ対策なしとか、七十六十日以上、作定できてないとか、本当はこれが真ん中にあってじゃないと。 意味はないはずなのに、そこをなんかこう、新聞の社会面ですら、置き去りにしてるっていうか、そうなんですよ、新聞によってはね、一面トップ、東京新聞を持ってきてましたけど、他の新聞ではちょこっとした、ベタた事陣に引の入ったようなところもありまし本当は、もう本当は逃げる地図でも出していいくらいの話だよねだって、事故が起こるかもしれないから、ハードル高くしたんですよね。ってことは、事故が起こるかもしれない、起こっちゃったんだから当たり前ですね。 事故が起こるかもしれないっていう前提で作り直そう審査し直そうってことになっててその審査のゴーサインを出すかどうかの中に避難計画の策定が必須項目になってないってね生活ですもんねそこにあるんだからだってそれが一番大事っていうかそこに影響が来るんだからっていうことですよねなんかそんなこと一つとっても思うの。 そうだよねだからあれなんだよね、あの今日もさ、あのこれから虫をね食うようになると、こう良質なタンパク質が虫にあるねいう話をしたんだけど、これから世界上ていくと、虫、今、開発されてるらしいんですよ、それがしい食える虫を、ナ鍋も食ったりしてるんだけど、あのアボリジニーたちはあのね、あの ピーナスみたいな何虫かな芋虫かかな<ー>なな芋んか揚げて食べてピーナツみたいな、北のが食って、本当にピーナツみたいで美味しかったっていうんだけど、そんなのは本当は、一面のトップに食える虫っていうね、こうやるとうまいっていう、革命的なことそれが一面のトップに乗ってて、揚げた形のな 見場の美しさかなまか、あ、そんなに美しくはないけど、うんうん、そんなのが、うん、社,社会面でもいいし、本当、毎日新聞、朝日新聞の真横にそんな記事が出てて、うん、おおってなってもおかしくないっていう話だよね、うん、これはそうそうなんかこう、政策ができたり、法律ができたりしたら、明日からとか、まあ、来年から私たちの生活がこうなりますっていう、こっから話が始まっていいと思うんですよ。 だけどなんかこ,うこの法律が通りました以上おしまいで、なんかそこにはこう、与野党のこんなことがありましたみたいなことがずっとあって、それでなんかその先に、しかも日にちが1週間とか10日とかずれて、あるいは1か月とか何か月とかずれて初めて出るから、頭の中で結びつかないよね週刊誌なんかもそうだよね、やっぱりしあの新聞の、はい、あのとか週刊誌の両方っていうの、こっちの見出しと。 1枚あるとすると右肩の見出し左肩の見出しがもう全部ゴシップとかねそういうので埋まってるじゃないで本当はそれで注目してほしいし悪口にならなければいいがワイドショーなんかのキャッチもねそういう見出し本当はそういうところにまあ みんなの目はもちろん行くことはよくわかるけどもそこにもちゃんと生活のことがそうなんですよなんか政治が遠く感じちゃうってまあまた選挙期間だからこういうこと思ってるんですけど政治が遠く感じちゃうってそういうことにも原因やんじゃねえかなとかね。 ここに来た時のねもねビッグダディのことがもう話題のね、うん、頭の中のビッグダディの,その奥さんのことがね、うん、それであの家族のことがもう気になって気になって仕方がない新聞もね俺やっぱりただそれあれはテレビの一番組だけど あそこまで社会現象になってたら、あの話はやっぱしね、あれは逆にゴシップだと思って、新聞はあんまり書かないけども、本当、やっぱ関心なんだよね。11人の子供がみたいな見出しがついて、キャッチになって、一面に載っててもおかしそうですね。でもなんか人の人生にはみんな関心があるから、そういうゴシップ的っていうよりは、やっぱりなんかこう、もうちょっと知れば知るほど、その人の人生とかね。 何があって、こういう浮き沈みがあったんだろうとか。そういうことに関心っていく。じゃないですか興味ありますよね。ありますよね。だから新聞なんかでも。あの、なんか記者の活躍する場所っていうのがさ。なんか、社会面とかさ、政治記者とかさ。そういうところにやってさ、ね。花形ですよねそうなの。なの文化部みたいなところはさ。ちょっと、なんか、こう。弱い感じ。漂わせてるよね。多分に、あのー。 男女問題ジェンダー問題も絡んでると思ってやっっぱ生活面ってね目線が女性的なんでですよそれで政治経済って男的っていうかう、ね、ほんでなんか政治経済は俺らがあの最前線なんだみたいな感じで思っててなんとなくこう何ていうのかなそういうのを反映してんだよなやっぱり。そのの新聞のこれは トップの見出しにしにたたいと思っっってきてて持くださったんですかこれは。れは <laughs> いやいや、これはね <laughs> あのそれ、なんかその生活面の記事が面白いっていう中で、引っ張ったのが、43歳の記者さんが、はい、なんか自分の息子が中1ぐらいになって、うん、それで、えー、自分のことうざいとか、キモいとか言うようになって、それがなんかとっても失恋したような気分だと。 で自分だけかと思ってたら、うん、なんか実は他にもそういうお母さんいるねみたいな話があったんですよ。うん、息子に恋愛してるってこと？そう息子にまあ恋愛してるような気分になる。うん、それで失恋したような気分になるってこと？うん、どう学べば？いや気持ちはわからなくないですけど。<laughs> <あれ> <laughs> 分かる。うん いやだちょっとなんか <laughs> 一歩間違えるとちょっとね、はいはい、女の子からするとちょっとあそこの親子マザコンじゃないのひもみたいなことになりますよねそれであのなんかその読者の反響大きかったみたいでそれ、うん、賛否両論がいっぱい来たからって,ってまたもう一回載ってたんですよ、うん、でその中に今真鍋さんがおっしゃったような、うん、あのあった娘の気持ちとしては、うん、なんか私はじゃあどうでもいいのみたいな感じになっちゃうとか、うんうん あのなんかこう何やってんのみたいな感じになるっていうご意見も実際紹介されてましたわうん、うん、なんだけど、うん、あのちょっとこう象徴的だなと思ったんですよ私あのっていうのはまあ少子化だからもうお母さんと子供がずっと一緒にいて、うん、1>, 1対1でねで夫は全然帰ってこないともうすんごい長時間労働してるからほいでずっと一日中一緒にいて。うん いいいないから寂しいと自分のこと慕ってくれるのは、うん、とりあえず身近にはこの,この子しかいないっていうことになって、うん、なんとなくそのすごい親密化しちゃう、うんうん、だからこれはそのまあなんかこうちょっと危なっかしい話だって危なっかしい話なんだけど、うん、だけど、えー、少子化とか長時間労働とかっていうこ、うん、その日本の社会問題の余波として見れば、うん、まあ、うん なななんかか象徴的な出来事かなと思っいねこれそうケースバイケースだと思うんですけどお母様が自分が満たされない思いを子供に託して <laughs>、うん、それでこう愛情とか希望とかを注ぎすぎた結果 <laughs>、うん、その子供が自分から離れていこうとした時にその自分が注いだものはどこ行っちゃうんだみたいなところもきっと あるんじゃないかなっていう。まあなんか小離れですよね。親離れ、小離れの話です。昔の話だけどね。はるか陽子っていうタロントがいたんだけどで、それがあの男と恋愛して、それでなんかうまくいかなくて。あの男が逃げちゃって。それであのその親の家にね。真鍋が乗り込んでいったことがあるのね。 その息子あマナ,あマナじゃなくて、遥かちょっと似てるんでだけど、遥 <laughs> かようこ乗り込んでいって、<laughs> せそれでなんであんたあのまま帰ってこないのって言ったら、そしたら向こうから母親が出てきて、で母親が何ですかって出てきた、その息子が真後ろに隠れて、ママこの子だよ僕をいじめたのはって言ったらしいよ。わ <laughs> あなるほどね。ぐ <laughs> いぐ <laughs> らいね。いやでも本当にそれは本当にこれはだって母親がうざいとか言ってるのはこれはもう健康的な 親離まあそうだと思うんですけどまあオチを言うとおちを言うとまあずっとほらテレビであのある携帯会社のお父さんが犬でねお兄さんがアフリカ系だっていうありえない家族ですよねありえない家族構成の番組がずっと続いててなんていうか伝統的な家族じゃない家族をもう許容せざるを得ない時代になってるとまあそういう意味ではあのんかこう。 伝統的な家族間だと、この話は息子に失恋とかありえないけど、ああはい、だけど、そういうことをこうあえて記事にするっていうのは、ああはい、結構、まあ、生活面は、うん、実は政治や経済面より、うんうん ちゃんとこう戦ってるって大変だけど、向き合ってるっていうか、言うべきこと言ってんじゃない、要するに、あの犬がお父さんのあのコマーシャルは、やっぱり今の形っていうか、言うべきことを言ってて、それで例えば政治家とか、そういう頭の中にある家族間みたいなのが、もっと古くて後退してて、その古い後退したあの観念を、政治家たちは逆に俺たちに今、こうちゃんとやれよって与えようとしてる。 そうういに解釈するでもそれはやっぱり時代遅れっていうか、それはもうっていうか、だからやっぱその新しい状況を受け入れながら、そこからどう創造的な家族というかね、コミュニティっていうか、関係作っていくかってことが大事なんじゃないのっていう問題提起として、私は読みましたよっていうのがオチだったんでか 子供と恋愛するような傾向は賛否両論が出たっていうように、うん、やっぱりこれからもたくさんで,、ね、でまあまあそれがまたひ弱なあのなんていうのかこう恋愛もできない子供を産むっていうのともまたリンクするのかね、うん、それはまた違うことなのかねそれまでももうちょっと考えなきゃいけないねここはまた話しましょうしたざい、はい、まはした。ありがとうございました